はい、皆さんこんにちは。はい、今日は保護犬プニュ、保護犬ヒョウをお風呂に入れていきたいと思います。はい、今捕獲されて連れて行かれてるのはプニュちゃん、トイプードル8歳メスでございます。はい、うちのまあごくごく一般的な、一般家庭のお風呂にやってきました。一畳風呂ですね。はい、ワンコはなんかぬるめがねいいっていうことなんで、ぬるめのお湯をまずかけてすすぎ、本当はねシャンプーする前にブラッシングした方がいいっていうのはまあ調べて知ってたんだけど、もうちょっとね時間がなかったんですぐシャンプーしちゃいましたこれはね良かったのか悪かったのか、まあ多分ダメなんだろうね。はい、前回の動画で、カインズホームから買ってきたシャンプー、犬用シャンプーですね、こちらを、かけていきます。撫でるように、シャンプーした方がいいってことだったから一応撫でるように。あとねプニュはねどうしてもこの目の周りにね目やにというかダマがねできちゃって、それをねなんとか取りたかったんだけど、シャンプーもね目に入ると良くないっていうのが書いてあったんで、あんまり責められない責められないというかあんまりできない。あとね何プッシュしたらいいかちょっと最初だからよく分かんなくて5プッシュぐらいしちゃったんだよね。したらこのシャンプーがめちゃくちゃ出てね、ちょっとねすごい量になっちゃって、これ今シャンプーだらけあとどうしてもね気づかなかったんだけど、お尻周りにねなんだろう、うんちの塊なのかちょっと分かんないけど、なんかね塊がくっついてたんでドロドロしてます。はい、それで、シャンプーをし終わりましたのですすいでいきます。これね人間もそうなんだけど、シャンプーの時間以上にねすすきの時間が重要なんだよね。シャンプーがちょっとでも残ってるとフケの原因になったりね、まああと何の原因なんだろう分かんないんだけど詳しくは知らないんだけど、シャンプーの3倍はすすぎをした方がいいということでね。ワンコはねお腹周りの方にどうしてもなんかシャンプー剤がいっちゃうような気がして、ちょっとねなんか慎重にやってあげないと残っちゃうかな。ただねめちゃくちゃ嫌がるんだよねプニューめちゃくちゃ嫌がる。でしかもうっかり5プッシュぐらいしちゃったから、5プッシュ分のシャンプーってもう超絶落ちないんだよね全然落ちないっつって。これだからこれでもねカットをしてる方なんだけど、実はねこれね5プッシュはね皆さん やめた方がいい5プッシュもするとすごいねシャンプー出ちゃうから。はい、でまあ一応ねそろそろいいかなっていうところで、これだいぶはしょりましたね途中でね。はい、でトイプードルはね毛が多いんだけど、まあ、抜けないっていうことでね、割とお手入れはいい方かなって思ってます個人的には。まあトイプードルとパグしかまだ見たことないからあれだけど、はい、でプニュちゃん綺麗になってよかったねっつって、はい、今拭いてます。でやっぱりねトイプードルはねトップヘアとアンダーヘアだっけながね1種類しかなくて、あんまりこうなんていうんだろう、水を水分を毛があんまり含む感じはなくて、拭いたらねすぐ割とすぐ乾きました。で、はい、お風呂上がりに出てきて、なんかねすごい体をねソファーに擦りつけるんだよねこれなんだろう、自分で拭こうとしてんのかな。まだね完全に乾いてないんだけど、こう体を擦りつけてもしかしたら乾かそうとしてんのかな。で前はねシャンプーは初めてなんだけど、水浴びというかねシャワーを浴びせることは何度かやってて、その都度シャンプーじゃなくてシャワーの後はドライヤーで乾かしてあげてたんだけど、でもこの時はもうすぐね次のパグのひょうちゃんもねお風呂に入れなきゃということで、まあドライヤーじゃなくて体を拭いて毛布にドライヤーもなんかちょっと温風だからね、皮膚弱いワンコにはちょっと負担かなと思ってちょっと躊躇してる部分あります。あと結局目にねついてる目やにみたいなのがこれね取れてないからね、ちょっとお風呂上がりにこう体を拭いてあげながら、ちょっと目やにを取ろうと思って今ね目やにを取ってます。これもね結構頑固な汚れというかね、ただボロッと大きいのが取れましたね。
これはね本当に取れてよかった。これね乾いてるとねガチガチで毛に絡んで取れないんだよね。シャンプーの時しか取れないんでね、こういうのは。はい、よかったです。じゃあはい、次は、はい、ガッと捕まえてパグのひょうちゃん、ひょうくん8歳オスをシャンプーしていきます。この子はね、あのブラッシング、この子も結局してないね。はい、でプニュの時の反省を踏まえて、この子はもう 5プッシュもしないと、プッシュは短めでやろうということで、はい、やってます。でね、この子はね、パグはね、はい、あ、今ね2プッシュでやってみました。でこの子はアンダーヘアとトップヘアっていうのかな、要は2種類あって、あのね、あの油もあんのかな、全然ね、あの体をねすすぎで濡らそうとしてもね全然濡れなくて、結構ね まずそもそもすすぎが大変でした、はい、ではマッサージするようにシャンプーしていきます。でまあちょっと面もでかいしね、まあプニューの方はあの目の下の目やにも気になってたから顔の方もガシガシやってたんだけど、まあヒョウはねそういうのは別に特になかったから、まあ顔まではちょっとあんまり無理やりにはしませんでした。でパグちゃんは顔がね、まあ見ての通りギュッと中央に寄ってる顔してるから鼻の上とか眉間のシワがねすごいあるから、そこはあの念入りにやってあげた方がいいっていうのはなんかネットで調べたことがあって、まあ、そこはね拭き掃除かなはしてあげてるんだけど、まあシャンプーの時はね顔周りはちょっとなんかそのねシワの中に薬剤が残っても嫌だし、ちょっと躊躇しましたまああとお尻周り、あと股間周りね綺麗にしました。でプニュの方がね全然毛が乾かないんだよね。これはね意外な発見。トイプードルの方がね毛が多いから乾きにくいのかと思いきや、パグちゃんの方がね全然ふけどもふけども水がスポンジのように出てきてね、これはびっくりしましたね。これ他のパグ飼ってる人たちもあれなんか知ってる当たり前のことなのかな。ちょっとねトイプードル以外は初めてだったんで、このパグちゃんのねこの水分保有量、ね、びっくりしましたね。恐るべし。はい、でこれもあのヒョウくんもドライはしていません。はい、お風呂上がりにさっぱりした2匹の姿ですまだ乾ききってないプニュートイプードル8歳。はい、もうそろそろ乾いてそうな今日パグ8歳オスはい、2人並んで気持ちくなりましたと。でねお風呂上がりはいつもそうなんだけど、まあプニューはねシャンプーは初めてなんだけど、あのお風呂上がりはねもう全く動かないもうこの日はねプニューはもうこのブランケットにくるまれたままこのまんま寝ました。はい、というわけで初めてのシャンプー2人ともお疲れ様でした。今日はこの辺で、皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。